こちらは羽田イノベーションシティ。先端と文化を軸に整備されたこの施設で、このほど大田区郷土博物館が所蔵する川瀬巴水の版画作品を超高精細データとして保存し配信する実証実験が行われました。 NTT アートテクノロジー社と行ったこの取り組みでは、原画の質感や立体感までリアルに再現したデジタル作品の展示が可能になります。 NTT 東日本は地域の文化芸術の課題に応えるべく、2020年12月に NTT アートテクノロジーを設立しました。大田区様からも所蔵する文化財を教育や文化振興、観光活性化に活用したいといったお声をいただきました。我々のパートナーであるアルステクネ社による高精細なデジタル化を行ったデータをネットワークを通じて駅や空港、区の施設など人々が集まる場所に配信し、皆様にご覧になっていただくことで興味を持っていただき、区内への回遊へつなげればと思っております。また NTT 東日本と大田区では防災分野での連携を進めており、昨年6号地区で行われた避難訓練では、避難所の入場者数をカウントできる充電不要の計器を使った実証実験が行われました。地域が抱えている課題をさまざまな自治体様にヒアリングさせていただく中で、防災や福祉などに関し多くの課題があることを認識しまして、それら課題を解決する仕組みを検討構築実証するなどしております。そのような中、大田区様との話をさせていただきながら、電池電源のいらないセンサーなどの IT 技術を活用したさらなる安心安全に向けた取り組みをさせていただきました。こうした実験的な取り組みのほか、民間企業などの協力のもと、これまで区が担ってきた事業も取り組みを拡大しています。空き家対策事業では12の民間企業などと協定を締結し、空き家に関する相談などで連携、1月からは東急株式会社と連携し、蒲田駅構内にある住まいと暮らしのコンシュルジュでも空き家に関する相談ができるようになりました。区では民間企業や大学などと積極的に連携することで、社会の変化に柔軟に対応しながら地域課題の解決を図る公民連携の手法を活用していくこととしています。それぞれが持つ強みを生かしていくことで、より質の高い行政サービスの提供につなげていきます。